待ってたのよ、ミカト。今日は来てくれたのね。楽しそうね。変わってるわね、あなた。それじゃあ始めましょう。いいわよ、ミカト。格段に上達している。これでもうあなたはクマに怯えることもない。誰かに守られているだけではない。誰かを守っていける力を得ようとしている。自ら剣を取り、自ら生きることを選び取っていける力を。それは自然の中で生きていく上での当然の方法。弱肉強食の掟が支配する過酷な世界で生きていくための術。いずれあなたは望み通りナコルルを守れるわ。それにナコルルに依存せずとも生きていける。今のままずっとナコルルの世話だけをしていたい。そう、立派なことね。あなたの選択を、今の生き方を否定はしない。けれど、でも永遠に今の立場が続くはずはない。時が経てば状況も変わる。人生の岐路に立たされた時、自らの力で未来をつかみ取る力がなければ、それで終わり。人は必ず独り立ちしなければならないのよ。他のすべての動物と同じように自らの力で生きていかねばならない。今の人間たちはそのことを忘れてしまっている。苦しさから目をそらし楽に生きようとしている。それではいつか滅びが来るわ。自然の厳しい掟によって淘汰される。帝、強く生きていきなさい。あなたは独り立ちするための力を得ることになるわ。それは私が認めてあげる。楽に生きようとしてはいけない。自然はそんな甘さを見過ごしはしない。容赦なく断罪してくるのだから。ナコルルは戦う力を忌み嫌っているけれど、悪い面ばかり見ているだけで、戦うことの良い面を見ようとしない。戦いは全て表裏一体。命を奪うこともできるけれども、命を救うこともできる。ナコルルはそれを分かろうとしない。ただ叶いもしない。綺麗事を追い求めているだけ。
それは巫女としての使命にも言えるわ。あの子は自然と共存することの意味を間違えている。動物たちの命を守り、自然に感謝を捧げる、そんなものは共存ではない、ただのおごり。自然は人に守られねばならないほど弱くはない。むしろ弱者を容赦なく淘汰する厳しい存在なの。時として人は自然に立ち向かわねばならない。戦う術を持たねばならない。そうすることで人という生き物も自然もお互いに強くなっていけるのだから。そのことをナコリは分かっていないのよ。話しすぎたようね。この私はなぜかしら。ミカト、あなたは不思議な子ね。いいえ、なんでもないわ。いいわ、私が直接相手になってあげる。おいで。遠慮はいらないわ。思いっきりかかってきなさい。力の問題ではないわ。相手の動きをよく見て、気を逃さずに正しい方向で力を加えただけ。あなたでも練習すればできるわ。あなたは力が足りない。それを補うための技をこれからいろいろと教えてあげるわ。それはそうと、もう使えないわね。いいわ、私が新しく作ってあげる。あなたはとても頑張っている。本当はもっとあなたが喜ぶようなご褒美をあげたいところだけれど、他に思いつかないから。あなたは私といて退屈ではないの。
私はナコルルと違ってあなたに戦うことしか教えられない。あなたのような子供がどんなことをしたら喜ぶのか想像もつかないの。そう、よかった。うん、ほら、できたわ。あなたたち、帝の様子がおかしいと思って探していたの。そしたら、あなたの甘さのせいで両親を失った狼。そうだったわね。あなたはあの頃と何も変わっていない。いえ、どんどん悪くなっていく。あなたの今していることはもはや綺麗事ですらない。ただの逃避よ。そんなことないわ。それならなぜ帝に戦う術を教えないの。それは帝をあなたの言う綺麗事の道連れにする気。好き勝手なことを言うのは構わないけれど、それを他人に強要するのは許さない。まして、まだ幼い子供の心につけ込むなんて。違うわ、私そんなつもりは。言い逃れね。結果的には事実でしょ。あなたは自分が傷つきたくないばかりに他人を巻き込んで傷つけているのよ。そしてそのことにあなた自身は気づこうともしない。
あなたは何も分かっていない。現実から目を背けているだけ。帝がどんな思いであなたのことを見ているか知っているの？もしもカムイコタンが魔に襲われ、あなたが戦うことを拒否したとき、帝はどうなると思う？帝は戦う術を持たないのに、あなたは守ろうとするでしょう。帝はそういう子よ。でもそれでどうなる？何もできないわ。あなたの甘えが帝を殺すことになるのよ。シクリューの両親のように。もう一度考え直すことね、あなたの使命。あなたが何のために存在するのかということを。すぐに戦わねばならない。幸せの幻想を築くことなど私は許さない。あなたがいつまでも幻を追いかけているのなら私が壊す。あなたにも私にも残された時間はもうほとんどないの。帰りましょう、帝。私がね、一番尊敬している人はお母様なの。私を育ててくれたのは実の母親じゃないって帝には話したよね。リムルルと私はね、帝と同じように幼い頃に本当の両親を失ってしまったの。生まれた村が盗賊に襲われて、そして二人だけでさまようことになってしまった。リムルルを守りながら必死で生きようとしたわ。自然の恵みと厳しさを肌で感じながらね。そしてある日、コタンの長老様に拾われたの。そして先代の巫女だったお母様が私たち姉妹を引き取って、とても優しくしてくれた。そう、お母様はとっても優しい人だったわ。でもね、別れの日がやってきたの。やだやだよお母様。
して？どうして行ってしまうの？ねえ。ナコルル、リムルル、よく聞いて。私はね、私が愛しているもののために行くの。愛しているもの？そう、ナコルルやリムルル、それにすべての人たちや大自然、私の大好きなものを守るために行くのよ。失いたくないから、愛しているから、そしてみんなが愛してくれるから。今のナコルルにはちょっと難しいお話かもしれないけれど。でも父上はどうするの？父上はお母様がいなくなったら悲しむよ。大丈夫。どんなに寂しくてもあなたたち二人がいるでしょ。あの人をお願いね。私がいなくなっても元気に生きて。私はいつも見守っているから。母様、さよなら、ナコルル、リムルル。やだ、いや、お母様！お母様は人々を守るため自分の幸せを犠牲にして魔に立ち向かった。